おはようございます。本年上り納めですね。今日は12月30日です。本年も1年ありがとうございました。といってもこの動画がアップされるのは多分年明けですね。今日はですね、神奈川県丹沢の、鍋割山登っていきたいと思います。今大倉バス停ですね。来てます。天気は曇りがち、ちょっと晴れっていう感じです。じゃあ登っていきましょう。本当はね、僕前回の大岳山で登り納めのつもりだったんですけど、まあ今日暇だったんで来ちゃいました。まあ暇だったんでっていうのもね。ただまあ今日12月30日で、まあ、仕事が終わって登り納めっていう人も多そうですね。大倉のバス停結構な人数降りてました。まあ、鍋割山はね、山頂に鍋割山荘っていう山荘があって、そこの鍋焼きうどんが有名なんですよね。鍋割山で鍋焼きうどんっていう、まあ、ギャグみたいな感じなんですけど、まあ、それがすごく有名で、僕も今日はそれを目当てに登っています。で、直接鍋割山に登る人もいますし、遠野岳からとても縦走のしやすい山なんで、遠野岳1回登ってから鍋割山に向かうっていう人も多いと思います。はい、ここから入っていきます。僕は初めて登山したのがこの遠野岳と鍋割山なんですね。まあ、当時は本当山の知識とかも何もなかったんでちょっと夏フェス行ってきますみたいな、ものすごいライトな格好で来て、しかも8月半ばの超猛暑日だったので、もう本当にえらい目にあった思い出がありますね。もう帰りとか脱水症状寸前で僕川の水飲んでましたからね本当はそういうの絶対やっちゃいけないんだろうけど、それぐらいきつかったの覚えてますね。だからよくあの経験を経て山登りその後するようになったよなと今でも思ってますけどね。なんか丹沢っぽいですね。まあ、何が丹沢っぽいのかと言われるとよくわかんないんだけど、なんか丹沢っぽい。なんか地味な坂道がずーっと続いてて、じわ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 削られていく感じ、まあ、ドラクエで言えば毒の沼地歩かされてるような感じですね。まあ、でも整備はされていてとても歩きやすい道ですね。多分見えてるのが鍋割山ですね。この真ん中にあるこの山ですかね。今日は12月30日で、しかも曇りがちなんですけど、気温は割と高いんじゃないかな。全然寒くないですね。まあ、それは助かりますよね。はい、
なべはいい山。ちょっとずつ道に傾斜がつき始めてきましたね。ようやく山らしくなってきた感じがします。ボランティアでね、お水運びということで、まあちょっと僕も一個持って上に登りたいと思います。ここから登り出しそうですね。一気に険しくなってきたな。ギャップがすげえ。ゆるゆると登っていましたが、ようやくここへ来てがっつりと登り出しましたね。頑張っていこう。はい、ちょっと開けたところに出ましたね。ここが多分後ろ沢のっこしです。でここからまあ1時間ぐらいですかね、鍋割山山頂まで。なのであと一踏ん張りですね。じゃあ登っていきましょう。もう左手綺麗ですね。金時山とか見えるかな。鍋割山で鍋焼きうどん食べました。めちゃくちゃうまかったね。というわけでミッションコンプリートだね。でここからは帰っていくんですが、一回遠野岳の方に向かいつつ途中で折れてまた、大倉バス停に戻っていきたいと思います。じゃあ帰りも気をつけて歩いていきたいと思います。まあ、なんでちょっと帰りはコース変えて帰ってるかっていうと、こっちの道は海見ながら帰れるんですよね。なのであえてちょっとだけコースを変えて帰ります。振り返ると鍋割山荘見えてますね。ここ
はい、ここ分岐点ですね、ここから遠野岳の方に向かうこともできるんですけど、もう疲れてるしめんどくさいから行かない。で、大倉バス停に下っていきます。しかしここも景色がすごい。最高ですね。いや、やばいね。秦野市かな。秦野市と相模湾を一望しながら降りていける道、素晴らしいね。このルートは結構マイナールートっぽいですね。結構激しい道をずっと下ってきました。で、ようやく整備された歩きやすい道にだんだんなってきましたね。はい、ここ分岐点ですね。行きに通った道に戻ってきました。で、ここからまた元来た道を歩いて帰ってきます。はい、大倉バス停帰ってきました。お疲れ様でした。はい、鍋割山でした。やっぱり結構きついねまあでも山頂ね、目の前にこう海を見渡しながら鍋焼きうどん食べれてよかったです。1年間登山収まった感じがします。じゃあどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。